本日は金華堂へお越しくださいまして誠にありがとうございます。行く手の左をご覧くださいませ。木立の間から端正な姿を見せておりますのは朱塗り三重の塔でございます。この塔は大正天皇御即位を記念して日本柄大家河合玉堂の発案により岐阜市民の常財を募って大正6年に建立されたものです。また付近には愛政松尾芭蕉が信州行脚の途中この地に遊び城跡や古いぬ清水まずとはと呼んでおり現在この句碑が残されております。都心には大変珍しい自然の美に恵まれましたこの金華山は全山国有林で山の高さは329メートル、険しい断崖をなし濃尾平野を見下ろしております。またこの山は岐阜県野鳥の森に指定されており、キジ、ヤマドリなど60数種類の野鳥をはじめ岐阜鳥など1万種類の昆虫が生息しております。植物はおよそ700種類あると言われ、中でも一つはシダ類、シイなどの群落樹生が有名です。後方を流れます川は鵜飼でよく知られた長良川でございます。完全に立ち並ぶ家並みは古くは井の口の里と呼ばれました昔ながらの城下町で、現在岐阜市の人口はおよそ42万を数え、豊かな自然を活用した観光都市として新たな町づくりが始まっています。山頂駅から歩いて約7分ほどの岐阜城は豪華華麗な安土桃山時代のお城を昭和31年に再建したもので、城内には鎧兜などたくさんの資料が展示されております。また山頂駅付近にはリス村をはじめ当社直営の展望レストランなどがございます。どうぞお立ち寄りくださいませ。まもなく山頂駅到着でございます。山火事のもとタバコの吸い殻は必ず消して、火の元には十分お気をつけくださいませ。なお往復の乗車券をお持ちのお客様はお帰りの改札時まで大切にお持ちくださいますようお願い申し上げます。ありがとうございました。お気をつけていらっしゃいませ。